上昇学園中学より NHK をぶっ壊すというわけで、ただいまですね、大阪市かな、上昇学園中学というところに来ております。実はですね、本日上昇学園中学におきまして、模擬投票というのがありまして、そのイベントで、こちらにお邪魔させてもらいました。ご出演ありがとうございますですね、本日9時に、からこのイベントが開始されたんですが、ですね、どういうイベントかと言いますと、国政政党9名の代表がですね、呼ばれてそれぞれ15分ずつお話をすると。でさらに10分ずつですね、2回、その他2回質疑応答のタイムも設けられて、いると。でそれをですね、ここにおられる中学生120人を対象に、あると。でその後ですね、各政党の代表者の話を聞いた後、投票をする、どの政党に投票をするのかということを模擬投票として、しているのがこのイベントであります。はい、今回ですね、この模擬投票に、参加された各政党の方はですね、NHK から国民を守る党は私浜田聡で、公明党からは衆議院議員伊佐伸一先生、失礼、ちょっとね、アナウンスがあったのでちょっと止めてましたけど、国民民主党からは豊中市議会議員の白岩正三先生、社民党からは高槻市議会議員の川口洋一先生、自由民主党からは参議院議員の松川るい先生、で日本維新の会は参議院議員の音喜多駿先生、日本共産党からは前参議院議員の辰巳孝太郎先生、立憲民主党からは寝屋川市議会議員の西尾勝成先生、で令和新選組からは前参議院議員山本太郎代表が参加されました。この9名によるですね、模擬投票があります。で今ですね、各政党の、話であったり質疑応答が終わって、いよいよ中学生に投票が進んでいるところであります。今アナウンスはね、順々にこの、聞いていただいた生徒さんがですね、投票をしているところであります。ちょっとね、私の目標としては現在の我々の政党支持率である 2% を取れればいいかなと思いますけど、ちょっとね、その辺はやっぱりこういうところでありますので、シビアな、結果が出るということも覚悟しております。私としてはですね、 NHK 問題であったりですね、NHK 問題を15分でお話しすることはなんとかできたかなと思いますけど、ちょっと残念なのは直接民主制ですね、最近始めましたインターネット投票サイトについてのお話ができなかったので、その方ですね、インターネット投票サイトについては先ほどの質疑応答の10分間でお話を、これは今中継じゃないですか、素材の、今録画で、中継するときもあります。ピンマイク全部セット持ち歩いてるのか、
まあ最近はもうパソコンにですねカメラつけてすぐ録画できるので、はい、クリス教授こういって歩いてましたねですもう自分で動画作って配信できるんで時代がそういう時代が というわけでまあそんな感じでですね、ちょっと話の途中になりましたけど投票サイトについては最後のですね質疑応答の時間で、お話しすることができたので、まあ そこをですね少しは評価してくれる生徒さんがいるとありがたいですというわけでですね、そろそろ投票が終了して、開票になるところであります。ちょっとねあの結果を見るのが正直怖いのでそろそろ会場の方からはですねおいとまというかしたいと思いますけどちょっとあまり生徒さんが映るとまずいんですけど会場はこんな感じになっております、はい、実はですね廊下で投票箱があるんですけどこれ実物の投票箱を借りてきて、投票台もそのセットを組んでされているということもありまして、まあ、非常に、本格的な模擬投票選挙イベントだと思います。生徒会と生徒会サポーターの子たちは前に出てきてください。はい、さあ前に出て結果についてはですねあと別のところでですね発表しようと思います。ひとまず動画の方失礼します。上昇学園中学より NHK をありがとうございました。